ビロー。少し半分おもやを明け渡して。うちのお酒、うぶすなって言うんですけど。あ、うぶすな。はい。鏡、本当に鏡ですね。うぶすな、うぶすな神社のうぶすなの、だからそういう神なるもののうぶすな。うちのそのお米、うちはまあ農業、自然農耕で全部やってて、うんうん、でその前もうちの江戸時代のお米作ってるんですけど、うん、まあ、そういうのもあって、その自然の恩恵をお酒にしたいの、うんうん、で、うぶすなって名前をつけたんですよ、うん、その後にうちのじいさんのこの本の存在を知って、この中にうぶすなたくさん書いてあって、うん、結構ゾッとしたっていう、うん、ああもううちのじいさんこういうことを昔から言ってたんだっていうですね、ここに書いてあるんです。何が書いてあるの？でも鏡餅の精神、鏡餅の精神でしたっけ？国連環境庁計画発表についての意見文と書いてあるんですけど、すごい硬いテーマから。そうなんです。でもそこから鏡餅の精神ってここに、何、緑を失い大地うぶすなの恩恵を断絶し生存困窮するとか、うん、ここにもこのうぶすなの新陳代謝を妨害して性能を衰微し、ついに生産機能を失い砂漠化に作動するとか。あ、やっぱそういう今のやっぱ自然の方への本来の道を戻そうとされてた。そうなんですよ。でこの中に最大のうぶすなは母親であるっていうふうに書かれてて、だからなんかうちのじいさんやっぱりこのものを生み出す母体に対する、うん、やっぱちゃんとした気持ちを持って酒造りっていうかものづくりしようっていうのがあって、うんうん、まあ、基本的には何も持ち込まないっていうことがうちもテーマになってますよね。ただ自然界のうち馬を飼ってるんですよね、うん、馬で馬行とかやるんですけど、まあ、そういった馬が持ち込む糞とかっていうのは全然そのまま使うし、なんか何でしょうか、もう普段生活してる分に入る分には別に何も問題なくて、ただ基本的に何かのために自分たちの意思で肥料を入れるとかってもやらないっていう、自然界の生き物を豊かにしていって、うん、虫が増えると当然土は豊かになるし、うん、なんかこう当然農薬は使わないし、うん、で、まあ、人間の腸内環境と同じで、うん、菌と微生物の多様性によって健康って保たれるんで、うん、やっぱ土も同じようにそういう風にしていこうというのがあって、うん、そこの前もこの裏は全部我々の自然農耕の田んぼなんですよ。はい、ちょっと後からご案内しますけど、日本酒って 80% 以上が水なんですよ、うん、でお米が原料じゃないですか、うん、でもお米にもお米を蒸すっていう、まあ、洗米って洗うで水を膨らます、あの含ませるし吸水させてで蒸してで水と一緒に麹とかけまを入れるわけですね。 80% 以上が水なんで、だったら菊池川流域と同じ同水域の水で、うちの仕込み水と同水域の水で育ったお米の方が絶対相性いいよね、うん、っていうことでもうこの菊池川流域だけにしてるんですね、うん、相性な、はい、相性っていう、うん、ただそれどんどんやっていくうちに、うん、なんか江戸時代と比べると植物性プランクトンが今めちゃくちゃ少ないっていう話も聞いたりとかして、うん、植物性動物性いるってことですか？あるらしいんですよ。で植物性プランクトンがやっぱ昔に比べるともう 10% 以下っていうんですよ。だ江戸時代のタイとかめちゃくちゃ美味しかったらしくて、うん、だったら菊池川流域を全部自然農法にして植物性プランクトンが増えると、ここからこの川ってずっと有明海に流れていくんですよ、うんうん、そうすると有明海のあの辺りの海苔とか、うんうん、そのアサリとかが美味しくなるよね。それを栄養として、 で美味しくなってくる。そうです。今それをずっと、うん、あのいろんな方々に話していって、うんうん、菊池川流域全体を自然農法にしようよっていうのを、うん、菊池市長に話したりとか、ね、セットってね、合体してますもんね。絶対もうそういうやっぱり豊かなものって、うん、お金じゃなくて、うん、やっぱこう豊かなものが生まれる土地がやっぱ豊かだと思うんで、うん、だからそれを作れるような人生を生きたいなっていうのが、うん、うぶすなのテーマなんですよ、うん、だから本当に自然の恩恵を豊かにして次の世代に渡そうって、うんうんうん、ここはあの木桶部屋になってて、うん、おまた聖なる場が、これはあの、あ、そうなんですか。サオトサイといって、こういうふうに近隣の子どもたちが、まず最初に植えた後に
やるっていう。うち結構やっぱり日本酒ってあの海からなる文化なんで、うん、まあ、こういう濃厚儀礼とかっていうものはきちんとやっていこうということで、まあ、サオトメ祭、サオリ祭、サナブリ祭、結構いろいろとやります、うん、だこういうふうに見ていただくと、こうやって岩盤なんです。阿蘇山から、阿蘇山からずっとこの火砕流が流れてきてて、阿蘇山ってあの25万年の間で4回大噴火をしてるんですね。で、一番大きかったのが9万年前の大噴火で、それ阿蘇4って言われる噴火なんですよ。火柱成層圏まで上がって、北海道まで火山灰積もってるんで、熊本のほとんどはこういうふうに一回全部火砕流にこう囲まれてしまって、一回絶滅してるんですよ。でそれの上に9万年かけて堆積した場所で我々過ごしてるんで、うん、熊本県の地下にはもうこういう水がずっと流れてるっていう、うんうん、だからもうどこを掘ってもミネラルウォーターが、うん、地下水が日本一豊富な場所っていうのがこの熊本、うん、だからあれなんですよ、古墳が全国の装飾古墳の、うん、3分の2が九州にあるんですよ、うんうん、で菊池川流域には全国の装飾古墳の6分の1が、うん、この菊池川流域にあって、うん、まあ、それも水が豊富で、うん、その作物が育てやすくて、うん、人が繁栄しやすかったからってことですよ、うんうんうん、だからすごくこう地力があって豊かな場所だから、うん、だったらこの菊池川流域のお米で酒造りしたいよねっていうところで今につながってきてるって感じです。なんですよ、うちの江戸時代の天下第一のお米って言われてたホマセを、うん、作ってます。ホマセっていうのがお米の名前、名前、うん、ホマセ、ホマセ、はい、どういう字書くホマセですか。稲穂の穂に増えると書いてホマセ、うん、ああ、穂が増えるホマセ、そうです、はい、で1730年に大阪に堂島米会所っていう、堂島ですね、うんうん、あそこに堂島米会所っていう、うん、世界初の先物取引所ができたんですけど、うん、そこの姉妹相場を左右するって言われたのが、うん、この菊池川流域の肥後米なんです、うん、肥後米でだから堂島に肥後橋っていう橋があるのは、うん、肥後藩の蔵屋敷が大きかったからそこ肥後橋っていうんです、ね、うんうん、で入っちゃっていいんですか。はい、どうぞどうぞ。でここ、うん、何も肥料も農薬も持ち込まずにやるんですね。ほったらかしってことですね。そうですね、ほぼほったらかしなんですけど、ただ草刈りするときに、うん、これ今春草が植えてるんですけど、うん、これ生えてるんですけど、うん、これを夏草がこの下から生えてくるんですよ、うんうんうん、なので鷹刈りって言ってあんまり刈らないんですね。この上を全部刈っていって、うん、クローバーみたいな春草を残すんですよ、うん、へえ。豆皮を残すんですね。で豆皮大事なんだ。豆皮を残すと、うん、マメ科の植物の根っこって根粒菌っていう菌がいるんですよ、うんうん、でこの根粒菌が窒素を固定化してくれるんですよ、うんうん、だからもう人間でいうそのヘモグロビンが酸素を体中に送るみたいな構造が根粒菌持ってて、酸素をこう取ってくれて窒素を固定化するんで、マメ科の植物は残してた方がやっぱり知力が高くなるっていうですね。だからなるべくこう自然界の豊かさをこう残しながらやっていこうっていうですね。これ食べちゃっていいんですか。はい、大丈夫です、ちょっとなんかなんだろう、ニラみたいな。あ、美味しい、うん、食べたい人。そう、これをお味噌汁に入れて食べると美味しいです。あ、はい、いや、もう確かに、まあ、爽やか。で昔はここの横の溝には土壌がたくさんいて、うん、うちの母が小学校の時に、うん、土壌を取ってきてって言ったら土壌を取って、うん、それを土壌汁して食べてたんですよね、うん、土壌汁、土壌汁にして当たり前だったんですけど、もうでも今土壌はいないし、うん、本当にアメンボもいなかったし、うん、ゲンゴロウなんか全くいなかったし、うん、でもこの6年でアメンボも増えてゲンゴロウも増えて、クモもいろんなすごい増えましたね。そうなんですか。めちゃくちゃいます、すごいいます、はい、だんだんやっぱり毎年毎年生き物の占有率が変わるんですよ、うん、最初水蜘蛛が多かったんですよ。で今もう水蜘蛛全然いなくて、今度は上楼蜘蛛とか小金蜘蛛が増えていくんですよ。で小金蜘蛛が増えるとなぜかバッタ系が増えて、うん、さらにまた小金蜘蛛の餌になるからもっと増えるんですよ。で今年はなぜかサナギがすごく、うん、ガとか蝶々のサナギが多くて、うん、田植えしてると分かるんですよ、サナギがいっぱいいるなっていうのが。で
毎年毎年なんか生き物の占有率が変わっていって、うん、多分それで少しずつ、うんうんうん、イストリーゲームみたいに生き物の生存の幅が広がっていって多様性が膨らんでいくみたいな感じになるだろうなと思うんですよ、はい、自然に任しとけば自然が勝手に多様性多様性を作ってくれるんだ。そうなんですよ。人間がなるべく余計なことをしないっていう、ね、すごいな、どうぞ、はい、ここは馬耕栽培をしている田んぼです。あ、馬が、はい、なんかこう引きずってそうですね、なんか耕すんでしたっけ。馬でまずもともとこの場所って日本で一番馬耕栽培の盛んな場所だったんですよ、うん、日本で一番盛んな場所が、馬自体がいっぱいいたっていう意味では一番レベルですよね。結構なんでしょうね、だからなんでそういうふうに盛んだったか分かんないですけど、福岡の南側と熊本の県北が一番多かったんですよ、うんうん、で、まあ、そのヒゴスキって言って、うん、あの肥後の生まれの馬耕のスキが、うん、の会社があったぐらい、うん、あの肥後スキっていう場所が、うん、あのスキがあって、うん、まず肥後スキで、うん、あのこれを全部返していくんですよ、うんうん、土を掘り起こしてひっくり返し、はい、でその後に水入れて再土器って言って、うん、今度またそれをガラ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 とこう砕いていく、うんうんうん、で最後マンガって言われる、うん、あのちょっと刃がついた針金がこう、うん、とかってやって、うん、さらにまた細かくして最後鳴らしていくっていう、うん、だから馬耕もすごくそういうふうに工程がたくさんあって、うん、すごく大変なんですよ、ね、ちょっとねアスリート並みにきついですだから本当我々5、6人で交代交代やってこれ一つやっとできるみたいな。馬は普通の体型の馬ですか。馬は昔の道産子みたいになんかそうです、ね、がっちりしたのがいいとか在来馬です。ここに あ、はい、いらっしゃった綺麗菊池川流優しい目をした。そう優しい目をしてる目がむっちゃ優しい。こんにちは。おはよう菊。あ、名前ついてる菊ちゃん。あの菊ちゃん菊池川流域の未来を一緒に進む仲間で菊野心って言います。菊野心男の子、はい、男の子です、はい、菊野心さん菊をねこっち広げてるんですよ。まあ、調教しないとなかなかやっぱり馬耕って難しくて、うんうん、だここに今からずっと広げて自由に動けるようにしてここはサークルを作って毎日調教をしていこうっていう、うん、その虫もいろんな虫がいて、うん、なんだろうその草を食べる虫もいるし、うん、こういう糞を食べる食糞昆虫のいるんですよ。食糞昆虫が一番窒素とかの栄養分持ってるわけですよ、うん、リン酸とか。あ、カブトムシは糞食べてくれるの、うん、の仲間、うん、で食糞昆虫が多いとやっぱその土地は豊かになるしっていうのもあるんで、うんうん、だからとにかくなんだろう人間があんまり余計な手を加えない方がすごくやっぱ豊かな、うんうん、とか焦って大量生産に魂を売らない方がってことですね。そうですね。時間をかけるってことをちゃんと取り戻せばいいんですかね、うんうん、そうです。だからみんながお酒を飲みながら、うん、そのうぶすなってお酒の根っこには、うんまあ、そういう里山のいろんな自然の豊かさっていうのがあるのをちゃんと理解してもらえるようなことが伝わっていくと、うんうんうん、多分未来の食育にもつながるんで、うんうん、なんかねコストパフォーマンスって言葉がすごく苦手で、うん、多分それって我々の哲学とはもう全く違うものなんで、うん、真逆なんで、うんうん、あ、うん、地球の歴史って46億年あるんですけど、うん、人間が文字を使うようになったのって5000年前って、うん、あの地球の歴で言うと46億の歴で言うともう23時58分とか、うん、最後の12月のもう1年で表すとです、うん、ただ人間ってまだ2分ぐらいしか地球に存在してないんで、うんうんうん、そう考えると、うん、人間の40年が地球の1秒なんですよ、うんうんだからまだまだこれから何十年ってやっぱりこう豊かなものっていうか自然に返していけば多分自分たちで勝手に地球って綺麗になっていくんでなんかねそういう豊かなものをなんか残していきたいなってなりますよね。ただとはいえ都会は都会でやっぱりこうまた違う豊かさを追求していけばいいと思うんですけど我々この田舎ですからこの田舎で田舎のこれこそ豊かさじゃないですか。そういうのをちょっと伝えたいなってのありますよね。お酒の中に、なんかどちらかというとお酒の味っていうよりも、うん、なんか我々の取り組んでるそのお米だったりとか、うん、その自然の豊かさとか、うん、じゃあその自然の豊かさっていうのはどっからこう生まれてくるのかとか、うんうん、そういうのをなんかみんなが理解できるような、うん、あとやっぱお米って単純に、うんうん、
その食べるものと、うん、そしてなんだろうな、お酒の原料っていうだけじゃなくて、うん、やっぱこうこの里山を守ってる農家さんたちのやっぱ力によって守られてるんですよ、うんうんうん、でこの田んぼも実は雨が降った時に一回受けてくれるっていうか、治水ダム、自然の治水ダムになってるんで、やっぱ田んぼをきちんと守ることが、うんうん、やっぱ里山を守ることにもつながってるんで、うんうん、なんかそういうふうにですね、やっぱお米っていうのが単純に食べ物じゃなくて、うんうん、やっぱその人々の暮らしとか、うん、里山を守ってるために必要なものだってこともぜひ知ってほしいなと思います。なるほどな。バランスが取れるまでって結構多分大変ですよね。うん、でもなんかこう病気になったからダメじゃなくて、うんうん、それちょっと我慢しとくと、うん、やっぱまた知力も戻ってくるし、うん、病気になったから何かを与えるとかじゃなくて、うん、やっぱ病気も何かしら意味あるとか、なんか排出するとか、浄化する意味があるみたいな、絶対あると思います、うん、だからやっぱり見守るっていうのがすごく大事だ。見守る、うちはもうなるべくその菌と微生物っていうものに、うん、もうこう人間の技術で酒を作るっていうよりも、うん、なんか菌と微生物を導いてお酒にしていくような、うんうんうん、哲学を持ってますね、うんうん、チームプレー、チームワーク、金とのチームワーク、金とのチームワークさ、はい、すごいですね本格的に結構大変ですよ。これあの、はい、すごい、僕はずるい、じゃあ海底電工さん、僕洞窟探検隊の世界不思議破壊は反対だ。うん、でこれ被るんですか？これいいかな。これ被るの？被んなくてもいい。被んなくてもいい。サポートまでじゃない。そうですね。手袋。手を怪我するとあれなんです。アルコール。では、はい、いきます。で、私はいいけど、皆さんは、あの、一回、一年のために、このロープのつけたりとか。わかりました。折り方勉強しとかね。そこで一回、一応、ここで、ここに座っていただいた方が、一応安全、はい。あ、結構な深さじゃないですか、これ。え、結構な深さですよ。ちょっと、これ見るとビビるよね。結構な深さ。降ります。はい。私を今座ってます。はい、大丈夫です。はい、降ります。行きます。すごいな。本当に人生何が起こるかわからない。降ります。はい。また自分の席で座る。この厚みで阿蘇山の噴火のすごさは
これぐらいの火砕流だねっていう。で9万年はこんなに暑かった。でこれその前はまだこの辺が、あの九州で大陸としてつながってなかったんです、うんうん、だからここはまだ変わらないんです。大陸としてつながってなかったんですか。九州って2つに分かれると思うんです。で、大陸からその辺が一つは九州じゃなかったんですか。別なものがあって、それが合体していく九州の岩盤になる。火砕流の岩盤でつながったんです、っていうふうに言われてます、うん、で、それが分かるような、これが昔川だった時の川の堆積です。川、でこの下にさらに25万年前のまだこういう層が眠っている、うん、こういうふうに9万年前の火山灰が触れるんです。ここやつ今9万年前とのこんにちは自分で感動しますね。でこれがこういう適度なミネラル類がうちのお酒の水には入っている。だからこうちょっとミネラル分、そうです。これは我々にとってはすごく大切な、うん、やっぱりテロワークとかブスターなんですよね。ブスター自然の、まあ、自然の模型が重たいその力が、そうです。これもこれはさっき、これも土ですけど、なんか普通の土と違うんですよ。これ絶対食べれる。食べれる、食べれますね。食べても全然栄養豊富みたいな。これもなんかこれを食べれるようにしようみたいな。すごい。噛めれば食べれるっていうことですか。これは、まあ、これ結局もうめちゃくちゃ綺麗な土ですから。何で造成されてない。そう、何百年も前からここにあるわけです。で毎年一回、まあ、今回もやりますけど、ここは自分たちで足で踏んで、で水を何回も汲み上げて。うん、で仕込みに入るんです。だから仕込みに入る前は必ずここを一回全部切れる、うん、あら初です。うわ、人が入るのがもう神聖なウグスナの五体大会に、ウグスナの根源ですね。そうなんです、うん、です。ここがね、まあ、分かります。こう昔の先人たちが手で掘ってますよね、うん、うわ、それ考えるともう半端じゃないですね、うん、手で掘ったんですよね。そうなんですよ。うわ、すごいな。いや、入ってみてしまえばもう見て終わりなんですけど、いや感動、ね、これを先人たちが自分たちで掘ってここの水がいいって決めて酒造りを始めたっていうのが、うん、なんかね、すごく大切なことだなと思うんですよね、うん、やっぱ簡単に深さは、この間一度護岸工事があって、うん、その護岸工事の後に、うん、あのあれなんですよ、あの水が枯れてしまって、で護岸工事の後に水が枯れて結構大変だったんですけど、ドキドキもんですね。そうです。また埋めてもらったらまた元に戻ったんですけど、やっぱ川の水の水圧カウンターが減ると山の水って抜けるんですよ。だから単純に護岸工事で川を広げればいいって問題じゃなくて、何かのバランスがあるんです。バランスがあるんです。圧力なのか、そうなんですよ、長年のバランス。だから日本の大陸の、地下水って相当減ってます、うん、昔に比べて。護岸工事すると減りますから、うん、だからそういったところをね、なんかもう少し護岸の河川工学と土木工学と生態学とみんなで、うんうんうん、やっぱりなんだろうな、その考えた河川工事をしていかないと、うん、本当にやっぱなんか自然って守れないなと思いますよね。うん、人間だけ唯一学術名で賢い人っていう 学術名がついてるホモサピエンスなのに、それ自分でつけちゃってるから、ね、そう自分でそんな名前ね、もう身のこと知らずって感じ。そうなんです、ね、本当は学術名をホモフールにして、うん、多分子供たちが先生なんで人間って愚か者なんですかっていうところから教育をスタートすると、いやそっからですよね、愚か者、多分謙虚さがね人に身につくんじゃないか、謙虚さがなきゃもう滅びる運命ですよね。ウグスナっていうことに対して、うん、もう少しみんなが目を向けて考えられるようなものがこう、うん、伝わればなって思って、うんうんうん、うちはお酒を作りたいなと思います。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいですね。じゃあちょっと上がるの大変ですよ。どうぞ、お帰りなさい。お帰りなさい。お疲れ様でした。いやもう本当に神聖な場所にありがとうございました。いえいえ
触れさせていただいて、いやいや何万年前かにこういう母体の肌に触れさせていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこれからも神様のお仕事ですから頑張ってくださいね。地球を引っ張るお仕事ですから、地球をちょっとリーダーとして引っ張っててください。はい、お願いします。お願いします。お願いします。頼もしい。でうちはそのこのホマセっていうお米と、そしてこのカバシコっていう、この2つが江戸時代 の江戸時代、はい、江戸時代のお米なんですよ、はい、うん、でこれは山田錦なんですけど、うん、全て自然農法で、うん、あの作ってて、の農産物庁っていって、肥後の国で何を作ってたかっていうのがここに全部細かく記されてるんですね、うん、こういうふうに肥後農産物庁っていう、でこの中にこういうふうにカバシコっていうですね、香りの子と書いてカバシコっていうのがあるんですよ。香りの子でカバシコっていうんですか、はい、でそれがこのお米です。まだこれ発売したばっかりで、お米の名前カバシコ、はい、で香りが全然違うんですよ、普通の食べるお米と。ああそうです、確かに香り、香りがお、そうそう、お米というよりは何なんですか。こういうのが江戸時代にもあったんですよ、うん、でこれは高級米って言われてて、うん、あのお客様とか来たお客様とかにちょっと 5% とか 10% 混ぜて出してたっていう、うんうん、お、当時の超高級米やった。そう、高級米、はい、もう香りを発する。そうなんですよ、はい、うん、なんか日本酒ってやっぱり酵母の力がどうしても勝ってしまうんですよね、うん、うちはやっぱりお米の味を表現したいんで、うん、やっぱりこの在来米っていうものにすごくこだわってて、うん、で江戸時代に天下第一のお米と言われてたこの菊池川流域だし、うん、2000年の水稲文化があって、うん、草食古墳がたくさんあって、うん、やっぱり人が繁栄してたっていうのは農産物がやっぱり豊かだったっていうのがあるんで、うん、まあ、そういったところを含めてそこに敬意を持ってこういう昔のお米で酒を作りたいな、うん、それもやるなら自然農法で、うん、そして木元で、で木桶で、はい、もう本当に昔ながらの味をこう伝えていきたいなと思って、こういうふうな自然の恩恵を表現するようなものにしています。ちょっと今お米が炊き上がるのをこうちょっと香っていただいたら、よりカバシコの感じが、はい、分かるかなと思います。じゃあできました。だから今のお米ってじゃあ何の味かって言ったら、うん、甘くて香り高くてって、これ結局やっぱこのいろいろと品種改良したりとかっていうのもあって、やっぱ肥料の味なんです。肥料の味なんですよ。あれは米だとばっかり思い込んでるだけ。肥料の味を、肥料の使い方によってやっぱ味変えれるっていう。うん、例えばこの間なんかニュースとかで、うん、このよもぎ甘いって言ったけど、それもうよもぎじゃないっていうですね。あ、だから何をもって美味しいっていうのを判断してるのか。うんうん、だからやっぱ在来米っていうのは、うん、なんか今のもし日本人の狂ってる味覚があるとすれば、それを元に戻すのがやっぱ在来米にあると思う。うん、判断基準をなんか戻さないでしょ。このホマセという在来のお米ですね。これがホマセです。ホマセですね。はい。ですか。じゃあこれがホマセですね。香りをどうする。これが今ホマセの煮え花ですね。少しだけどうぞ。すごくシンプルな味なんですね。いただきます。いただきます。ちっちゃい。すごくピュアな味なんです、うんうん、だこれ今の和牛とか、なんか今の現代の
なんて言うんだろうな、そのピュアだ、本当にピュアだ、透明感ですね。現代の食べ物と合わせると、うん、結構お米に物足りなさを感じるんですけど、うん、海苔とか目指しとか、うん、ああいう昔ながらのものと合わせると、うん、漬物とはものすごくこのホマスの特徴が出てくるんです。美味しい、美味しい、これが当時綺麗な時代を席巻した味。そうです。江戸時代に。日本中の美食の国でした。日本中のお米の姉妹相場を左右したって言われる。ね、で、ホマセって多分これから自然農法の田んぼがどんどん増えていくじゃないですか。それが5年、8年、10年ってなっていくと、その中であのきっと見つかるんですよ。あのここの田んぼすごいよねっていうのが。ね、そういうなんか。なんでしょうね、ここの地力がすごい理由は、うん、こういう自然の恩恵があるか、あるからっていうのが、うん、いつか見えてくると思うので、うん、そこをやっぱり探すのが、うん、すごくなんですか、楽しさだし、うん、やっぱり豊かさの塊をこう見つけられるっていうところの経緯だったりとかすると思うので、うん、なんか我々の哲学の根幹にやっぱ感謝っていうのを作っていくことがあるので、うん、なんか自然に対する感謝とかができれば、うん、そういうお酒が感じられるようになればいいな、うん、で感謝がどんどん膨らんでいくと、うん、多分世の中の戦争とかっていうところもそうなんかやっぱりなんでしょうね、みんなが少し感じれるようになってきてくれるといいな、うんうんうん、ウブスナの目指すところは、うん、だからみんながなんかそういうふうな豊かな気持ちになれるようなものをこう伝えていけるようにしたいなと思ってます。ありがたい。だからこのうちのじゃあこのかばしこの、はいはい、わかりますかね、全然香りが違うのが、あもうすぐに、うわ、すんご、全然違いますよ。全然変わる。あ、ほんとだ。ほんとだ。うん、これも、めっちゃ香る。そうですね、お米で。そうなんですよ。でも江戸時代にこういうお米がもうすでにあったわけですから。コーンクリームスープみたいな、あ、コーンクリーム的な要素あります。うん、あ、そうです、トウモロコシとおっしゃる方もいらっしゃいますね。でうちの子供たちはもうカバシコリ 100% のお米が大好きなんですけど、うん、まだそんなに量がないので、ね、あんまりこう食べさせてあげれないんですけど、すごいな、これお米の味わいすんごい豊かですね。そうなんですよ。これ目隠ししたら米って分かんないですよ。すごいこれ。いい感じのシュポって、そんなシャンパンみたいなシュポなんですね。これ生で中にちょっとオリが入ってるので、そうですね、まだ発酵してる状態です。うん。これちょっと今までの草の中違いますね。これ米の力めっちゃ出てますね。そうですね。うわ、余韻が、かばしこの余韻がこう出るじゃないですか。うわ、香りがつけ汁。すごいんですよ。うん、酵母よりお米を表現できる。うん、ホマセはホマセで、ちょっとまたちょっと違った複雑感というか、があるんですよ。複雑な、本当に。でも、優しいですね。美味しいプラス、体にいい感が半端じゃないよね。ホマセは、お米の、日本中のお米の中で、抗酸化力って言われるポリフェノールがめちゃくちゃ高いです。圧倒的にズバ抜けたんです。はい。すっごい高いです。やっぱ在来前は、そういったものがもともとあったはずなんですよ。うんうん、なんかやっぱ何を追求してきたかによってやっぱ今のものって変わるじゃないですか。なんか甘くて香り高くて売れるものってなっていうか、やっぱ売れるものを追求していくとなくすものもものすごくあるんで、やっぱそこを知ってほしいから、なんだろうな、その本当の豊かさとか自然の恩恵の力とか、それが生み出した味、そのよもぎも甘いよもぎが売れるわけじゃないですか、うんうん、でも違うよね、我々が知らなくちゃいけないことは、うん、本当のよもぎの味だし、うん、本当のお米の味だし、うん、でそこに多分美味しさとか美しさとかってのは多分あるんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、それをどうにか表現していけるようにしたいっていうのがこの2つ、
そこまでと剥がしておく。この表面のこのデザインはやっぱり微生物感の生物デザインですか。これ金と微生物を見えない金の世界手書きで私がこう書いてったら、え、書かれたんですか。最初ですね、はい、うん、そうすると、うん、やっぱこうあのミトコンドリアとかゾウリムシとかに何か鼻を足そうとかしてたんですよ、うん、花柄を鼻を足しようになって、うんうんうん、そしたらなんかちょっとペイズリー柄っぽくなってきて、うん、あれもしかしたと思って調べたら、うん、ペイズリー柄も金と微生物の柄だったんです。そうなんです。デザイナーに多分そうじゃないって言ったら、うん、違うっていうかな、うん、調べたらやっぱそうだったんです、うん、だからなんかインドの人たちっていうのは、うん、金と微生物に対してものすごくその自然の恩恵を豊かに、うんうん、大切にしている民族かなと思ったんですよ、うん、そしたらそれを調べていくとインドは寒気で日本と違ってやっぱ土地がそんなに豊かじゃないらしいんですよ、うん、だから農産物が育つ場所っていうのは金と微生物が豊富だってことを分かってるらしいんですよ。だから日本は日本中が豊かすぎて、うん、金と微生物が豊かだってことがもう分からなくなってしまう、うん、赤酒っていうのは実はこれ熊本県の国酒なんです、うん、国酒何が違うったら灰で持たせる酒じゃないですか。これ木灰を入れるんです、はい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 、炭じゃなくて、あの剣木の硬い剣木の木を、うん、燃やして、うん、その灰を入れることによって、うん、酸性をアルカリ性に変えるんですよ、うん、でそうすることによってその日落ち菌とか乳酸菌の汚染を防いだっていう、そういうふうに昔は思ったんです、うん、でそこにいやいや待てよと、これあの火を入れると殺菌できるぞということで、うん、日持ち酒がその後できるんですけども、うん、加藤清正公はこの悪持ち酒を熊本県は悪持ち酒だけの国にするということで、うん、ずっとその時代から守り続けてきたんです、うん、で西南戦争が起こるまで、うん、ずっと細川藩になるんですね。その後熊本県を統治するのはずっとこの赤酒を守り続けてきたんです、うん、で作るのは熊本県は肥後の国は赤酒しか作っちゃダメですよ、うん、で県外から流入するその旅酒って言われてる清酒も入れるの禁止だったんです、うん、そうなんですよ。で西南戦争で官軍がお酒を持ってきますよね、うん、それが市場に流れて、うん、今の文化があるんですけども、うん、なので実は9号酵母っていうすごい素晴らしい酵母を作った野城金一先生という先生がいるんですけど、まあ、赤酒大事、うん、例えばフランスでいう、じゃあナポレオンが格付けしたシャトーのその格付けをずっと守ってるっていうのがあるじゃないですか。でもし今の赤酒しか作っちゃいけない国だったら、うん、どんな赤酒ができたんだろうっていうところに、うん、なんかフランスを回ってすごく感じることがあって、うんうん、だったらその当時の手法で作ろうとこで復活させたほうの赤酒なんです、はい、そうなんです、今の赤酒っていうのはグルタミン酸とかブドウ糖エキスとか醸造アルコールを入れてみりんのようなお酒として使われてるんですけど、これは何も添加せずに作ったものがこの赤酒なんです、うんうん、赤いのかと思ったら全然赤くない、ね、これがですね、これがもっと赤くなっていくんです。え、だんだん、はい、あのこれ空気に触れるとこれ微アルカリ性なんですよ、うん、で、まあ、アルカリ性になるとメイラード反応の進行速度がものすごく上がっていくんです、うんうん、だもっと木灰を入れればもっと赤くなっていきます、うん、でこれをさらに熟成させていくとどんどん茶褐色していきます、うん、確かに。あら全然想像と違う味、おいしい、うん、あ、なんか、まあ、ちょっとポートワインじゃないけど食後酒的な。で今熊本県でお正月にお屠蘇って言ったらみんなが赤酒なんです。あ、分かりますよ、なんか感じ。そうです、県民すべての人がお正月には必ず赤酒を買うんです。これ今でもです、うん、でもこの隣あの大牟田とか八女とかっていう一歩県を越えれば誰も飲まないです、うんうん、そんなに。だからその加藤清正細川藩がこう庇護してきたこの歴史文化っていうのを今でもこう語り継がれてるというのはすごく美しいし、うんうん、だからこそやっぱりこの美味しい赤酒っていうのをさらにやっぱり美味しくしていきたいなっていうのはあるんです。いやーでもこんな豊かな人たちを本当に感謝、感謝。いやいや、ありがとうございました。もうありがとうございました。
じゃあ、お気をつけて。ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございます。